はいどうも TT です。今日は、まあ、先日発売したばっかりのスーパー野田ゲーワールド、野田さんが作ったゲームですね。うん、やってってみようと思います。前のやつね、俺ずっとやってみたかったんだけど、なかなかタイミングなくて、今回新しいの出たということでやってみようかなと思います。まだプレイヤーデータがありません。プレイヤーデータを作成してください。野田ゲー太郎編集しよう。アバターを作る。いろいろ選べんだね。面白い。ちょっと決めていこうかなと思います。はい、これでいこうと思います。いろんなのあるね。白目向いてて、ひげピロンって手書きで、唇黒、これでいこうと思います。あ、いろんなゲームがあるんだね。これはなんかインターネットでネット対戦もできるみたいだね。まあとりあえずそれはやるつもりはないんだけど、爪集め、可愛いネイルがたくさん登場するポップなパズルゲーム、これやってみようか今日は。まあ他にもちょっといろいろやってみると思うけど、ザ芸人、お笑い芸人育成シミュレーションとかもあんの。考え中。どんなゲームにするかまだ考えてます。あ、ダウンロードもあるのかな。まずは爪集めいこうと思います。やボタン押してスタート。爪集め。カミングスーン、まだなの。このゲームは後日アップデートで追加されプレイできるようになります。まだか。何が、あ、カミングスーンって書いてあるね。回転飯からいこうか。注文した料理を誰よりも早くゲットしよう。Aボタン押してスタート。スコアアタックオンライン対戦、オフライン対戦。まあスコアアタックだね。簡単コースレベル1から、よしこれいこう。上か下で皿を、確認、上か下で皿を取る。これ確認じゃないから取らない。カレー、なんだこれ、確認、上の絵のやつ、これを、あ、いいのか。はい、1ポイント 0.23 秒差。誕生日ケーキ。名前欲しいな、ネームつけてほしいな。あ、これって何、出てくれば別にいいのか。順番なんか自分の手前で取らなきゃいけないとかじゃなくて、カレーライス、どうなんだこれ、自分の手前で取った方がいいのかな、やっぱり。あ、待って、この誕生日ケーキ名前書いてあるんだけど、ここ 0.9 秒差、いただきます。なんかまあ初級だからね、ボーナスプラス1000点、ありがとうございます。いろんなゲーム考えるよね。え、なんか2人、あ、敵が2人いるんだ。ウインナーロール、ちょっとすげえ見づらいんだよな。絵がさ、下の絵がね、これ犬の絵のやつとかもう関係ないじゃん。チキンナンバー、これか、いただきます。よし、今んとこ勝ってるぞ。レベル2、レベル何本までいけるかな。さあ、パンケーキ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 、違う、プリン。じゃあどれだどれだ、もうすっげえ絵が見づらいの。これ、いただきます。勝ったよねこれ。はい、この女の子、俺アバター決めた意味ねえな。俺のアバター出てこねえんだな。女の子が主人公になってるもんな。お、遅くなったぞ。あ、ただ敵が3人。パンケーキ、はい、これ向こう敵がどんどん速くなってくるのかな。なんで実写のやつと実写じゃないやついるんだけど、なんどういうこと。実写じゃないやつかわいそう。あ、いっぱい出てくるね。危ない危ない。下の料理がどんな回転寿司屋さんなの。回転寿司じゃねえのかここ。パンケーキ、あ、パンケーキの種類あんだな、かわいいやつとか。どれだどれだ、これだ。よしよしよし、手めちゃめちゃ伸びてんな。向かいの男の子の手前のやつ取ってんだからな。お、ボーナスプラス3000。まあ初見でやってるから、まあめちゃめちゃいいスコアは出ないかもしれんけど、早い早い。ラーメン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 、わからんわからん。あ、めっちゃむずい。ナルトがいっぱい入ってるラーメン、ナルトがいっぱい、これ危ねえ、 0.08 秒差、危ねえ。何よこのラーメン、すっげえ絵も見づらいし、クリームパスタなんてこの分かりづらい。どれだどれだどれだ、これ、あ、違う、今これか、合ってる。今行き過ぎたかな、1個。こいつらなかなか取らんな。酢豚、え、それ酢豚なの、分かりづらいんだけど。どれどれ、これか。
お手つきしたらどう？お手つきとかないのかな？どうなんだろう。お手つき見てみたいね。レベル5クリアしたぐらいにちょっとお手つき見たいな。あ、遅い。ってことはいっぱい出てくるってことだ。あ、誕生日、寂しい誕生日ケーキね。どれどれ。もう出てきたと同時に取ってやろう。はい。早いぞ。これは早いぞ。一発お手つきしてみようか。違うの出てきても取ってみよう。若漏れでき、これはどう？間違えちゃった。あ、スコアが下がるんだ。なるほどなるほど。オッケーオッケー。いなり寿司パンパンだな、このいなり寿司。おいしそう。あい、お前ら全然取らんな。あ、皿もリセットされるんだ、お手つきで。アジの姿作り。さあ、魚が、似た魚とか出すなよ。これこいつらおっせ。全然早くないんだけど、レベル上がっても全然取られない。唐揚げ、揚げたてだな。熱そう。美味しそう。さあ、来い。なんだそれ。え？え？取られた。え、出てきてた今。あ、全然気づかなかった。伊達巻き。全然気づかなかった今。ついにこいつ、よし。こいつらも本気になってきたか。 0.15 秒差だもんな、男の子。 1秒も差はないって結構だな。よし、いいぞ。レベル10とかまでいけちゃうのかな。はいはいはい。ツナサラダ、分かりづらいな。どれだ、どれだ、これだ。よし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 。いいぞいいぞいいぞ。早い早い早い、マジで早い。何黒缶プッシュ、何黒缶プッシュって。俺食べたことない、黒缶プッシュ食べたことない。なんかケーキみたいなシュークリーム、これこれ何なの。シュークリームみたいなやつがすげえ積み上がってる。黒缶プッシュって言うんだ、食べたことないな。オムライス、オムライスは分かりやすいよ。オムライス、あ、間違った、オムライスじゃなかった、あれなんか卵のやつ。あー、そっか、マイナスになるのか。海鮮丼早いと。今餃子めっちゃ焦げてたな。あ、今海鮮丼あったな、見逃したぞ。もう一回来るか、もう一回来るか。これだ、よし。3個目の時多分ちょっと早いんだよな、敵が。ロブスター、ロブスターはいけんじゃない。うい、よし、いただきまーす。あんまりなんか強くなってる感じ、敵があんま変わんないね。ホットドッグ、あ、かわいいな、あのパンケーキ。こんなのケーキか、中華、冷やし中華みたいな。唐揚げも出てくる。え？え？出てきてなくない今。待って、ずるくない。あ、上もそうなのかな。あ、やべ、完全に見逃した。上もそうなのかな。あ、上か下だから、上でもいいんだ。間違った。そういうことか。あ、お休みだ、一回お休みだ。右上のやつ頑張ってくれ。で、上めっちゃ見づらいんだけど、そうなってくると。そっか、下の遅い方見るのもいいし、上の速い方見るのもいいし、どっちでもいいんだ。あ、流れが、ちょっと待って、手巻き寿司、下の手巻き、上、手巻き寿司、よし。いいぞ。なるほどね、やっと意味が分かったぞ、理解した。上か下で皿を、グリーンカレー。グリーンカレー見て、グリーンカレー見て。いや、下で見よう、下見よう、下見よう。上はもう捨てよ、仕方ない。下、下、下で来い。来ないな。上来ちゃうか。取られた。うわ、早いなあいつ。いなり、これだ、よし。いなり寿司のこっちのパターンか、もう積まれてるパターン。よし、引き分けたぞ。今なあいつとの勝負、大学院も上の方が来そうだな。あれ、そうか、あ、来た、よっしゃ、レベル7クリア。ありがとうございます。
3万点いった。クリーンパスタむずいな。お、取れた。よし、すぐ出てきてくれたからな。ナスビとかある。これ料理何種類あるんだろうね。すごいある。ルーローパン、あーんと下見てくか。卵が2個、卵2個を目印これ。よしよしよし、いいぞいいぞ。ごめんなさい、目印決めたらいいかもな。今の卵2個みたいな。いちご、右側に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 いちご。え、全然出てこないぞ。下しか見てないから今俺これ。あ、早い早いぞ。鍋焼きうどん、あい、あ、間違った、上取っちゃった、上取っちゃった。下取ったらいけたのに。下2個もあんじゃん。難しいね、上と下押すのが。よし、あ、え、おい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 、やってくるな。アスパラの豚肉巻き、やばい、ここら辺で俺負けちゃうのか。よし、まだいける、まだいける、まだいけるよ。頑張って女の子。すげえな、居酒屋のメニューが出てきてるみたいな感じだもんな。これじゃない？よし、いいぞいいぞ。10いけるんじゃない。唐揚げ、このスピードだったら上も見れるな。下、あぶね、 0.02 秒差、あぶね。唐揚げにマヨネーズつけるか問題あるよね。まあレモンかけるか問題か、それよりもよく言われるのは。俺はまあレモンかけてもかけなくてもどっちでもいいけど、どうせ食べるんだったらビタミン C も取りながら食べたいなっていう気持ちがあるから、焦げてる餃子が同時になんか、どうせ食べるんだったらね、ビタミン C も取りたいから俺はかけたいんだけど、味っていうよりは。さあレベル10、ホットケーキ下見ようか。えい、これは差ついたな。レベル上がってんのかな。まあ上がってるか、ちょっとずつ取られるようになってきてるもんな。ラーメン、チャーシュー、チャーシュー麺みたいなやつ。よし、やっぱ上のやつ取るのは難しいな。ちっちゃいし。確認、卵2個、卵2個、卵2個、また卵2個、これか。よし、圧勝。あ、なレベル何番まであるんだ。99とかまであるのかな。アチマって何。あ、アチマ何これ。ソーセージ、パンなのかな。料理の勉強になるね。上早っ。はい、カレー、カレーライス、スープカレーと普通のカレー、どっちが好き問題は。俺は、まあ、どっちも好きだけど、なんか画像めっちゃ悪いんだけど、なんで重くなった急に。下の絵がめちゃめちゃ悪いんだけど。わ、圧勝した。いや、なんかもう、なんか絵おかしいって、なんか絵おかしいって。あったあった。右側のさ、女の子のイラストのやつさ、体のバランス悪すぎん。何、マーマレード生ハムチーズトースト、なんだそれ。なんかハム乗ってるやつ、あ、分からん、全然分からん。ある、これだ。顔ちっちゃい、12頭身ぐらいあるんだろうな。手前に卵2個、手前に卵2個。画質が悪くてめっちゃ見づらいんだけど。よし、このクリア、あ、間違った、間違えちゃった。もういっか、ちょっとこの辺ぐらいで一旦やめるか。あ、間違った、バースデーケーキ間違った。うわ、なんかケーキの偽物めっちゃあるじゃん。よし、ちょっとこれでもう取られてやめよう。大根の浅漬け。ゲームを考えるときに大根の浅漬けってよく出てくるね。すごいわ。刺身とかはわかるよ、まだ。おー、顔小さい人早いね。もう今俺取る気ないから。なんか下の方の画質が若干やっぱなんか実写使ってるからか分からんけど、画質クオリティちょっと悪いね。さあここで負けましたと。ゲームオーバー。おにぎり食べたいよ。
おにぎり食べた。え？ハイスコア更新。ありがとうございます。ハイスコア更新。クリスタル466個獲得書いてみしか。将棋さん、将棋2に続く将棋シリーズの第3弾。普通の将棋なのかな。スコアタック、ランクマッチ。まあスコアタックやってみるか。ゲームスタート。あ、何、鬼、どういうこと、どういうこと。ごめん、俺これやったことない。あ、え、なになになにそれ。あ、鬼じゃないわ。あぶらぶ。え、これどうすんの。あ、俺歩になれるの。え、ちょっと意味が分かんないんだけど。金が赤くなった、青くなったけど、これどう分からん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 。どういうゲーム、どうしたら勝ちなん。相手を破壊したら勝ちなん。どう、これいいんじゃない。相手を、強者が邪魔だな。どう、これで誘爆、誘爆いけん。よし、いった。どう、敗北もう将棋じゃねえあ、なにこれ、お、何になるかな。飛車いいじゃん、飛車。あ、これ何、どかしてかないとなれないのかな。歩兵、飛車になりたい俺。待って、上に真ん中に王将あるんだけど。え、これ待って、俺消しちゃった。あ、なれる。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、これだけど、あ、そういうことか、そういう攻撃ができるよってことか。どうする、こっち側から攻めていくか。じゃあこれ香車取っちゃったら香車になっちゃうのかな俺、馬とか。あ、なっちゃったな。あ、王取ろう。王は取れないんだ。銀強いね。でも銀よりも金とかのが強いかな。王なりたい、王なりたい。よし、王はどうなんだ。これだけどやっぱり囲まないときついんだろうな。あいつ自分の攻撃ではやられないのかな。いけいけ。わあ、逃げられた。こいつどうしようか。あ、やべえ、取っちゃった。王が良かったな。邪魔くさいな。桂馬のこの爆発範囲とか。ああ、なるほどね。馬の範囲なんだね。ってことはここ大丈夫、ここも大丈夫。どう、いや倒せてないな。金取れ、よし。あ、ここ危ない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 。え、何、お前飛車も持ってんの、ずる。あ、やべえ、飛車やられた。ゲームオーバー、ゲームオーバー。ハイスコア更新。あー、なんかちょっと面白いかもこれ。なるほどなるほど。これなんかクリスタルみたいのを手に入れてるじゃん。これも手に入れたらどうなんだろう。あ、芸人育成やりたいけど、これもカミングスーンなんだね。このゲームは後日アップデートで追加され、あ、まだ返答してない依頼がありますとか。これ面白そう、やりてー。うん、じゃあもう一つぐらいなんかやりてえな。将棋カミングスーン。お、朝日漕ぎレーシング、もう一回って。あ、足漕ぎレーシングだって。椅子を乗りこなしてゴールを目指すレースゲーム。ん、準備中、アップデート待ちじゃん。あ、いけるね。スコアアタックいこうなるほど、椅子でいくんだもんね。ビースト号、ホワイト、レッド、パープル、グレー。あ、ここでクリスタル使うんだ。俺クリスタル何使ってんだろう。やや軽い、リクライニング角度、空気抵抗やや小さい、かなり小さい。あー、これは買った方が多分いいんだろうな。高い高い、重たい方がいいのかな。
あ、めっちゃいっぱいあるね。オフィス号、レザー号、ま、とりあえずはじゃあビースト号で行こうか。サーキットイージー。サーキットに坂道が設置されたスタンダードのコース。下り坂に差し掛かるときにリクライニングを倒すことでさらなる加速を得られる。これ行こうか。すっごい画質、画質すっごい。え、俺どうすんの。あ、丸ボタン連打。何これ、ちょ待ち待ち。これ長押しはいかないもんね。やっぱ連打しなきゃいけないんだ。待って、これなんか動かしづれ。8位じゃん。連打で、あ、え、一気にでも抜いた。でリクライニング倒してどうすんの。あ、これ倒れてる。あ、いいじゃんいいじゃん、倒してる。楽しそうだなお前ら、こんなところでこんなレースできて。あいつ速い。てか連射してるけど、これやっぱ椅子の問題なのかな。っていうかやっぱこいつら速いな。いい椅子使ってんのかな。いけー。俺のスピードが全然40キロとか、もう本当に安定走行しかできないんだけど。連打頑張っていけるかな。あー、ちょっと速くなったか。いや、ちょ、おいおいおい、危ない。何周？何周すんの？一周？だいぶ距離は長いね。いけー、連打頑張れ。早い、あいつ早い。ずるくない？リクライニング今倒してる状態なのか。あ、4位だ。これはちょっと貯めて買わなきゃダメかもな。180個獲得。俺今何個あんの、クリスタルを。クリスタルどこで見れんの？所持クリスタル743だ今。ちょっとためよう。長いやす、長いやす、長い長い、とにかく長い。シューティングゲーム長いのか。まあ、やってみるか順番に。なシューティングゲーム、んファイター1、ファイター2、選べるんだ。3。あ、攻撃タイプとかも選べんだ。何が強いかな。射程、攻撃力、移動速度、チャージ速度。あ、こいつかっこいいじゃん。何これ、卵、何これ。あ、こいつもいいな。いい絵がいっぱいあって、もう選びきれんな。てかめっちゃいるんじゃん。ご飯、ネズミ。え、まだ一周しない。31とかある。何が強いとかあんのかな、やっぱり。まあ、あるだろうな、でも有利とか。あ、ちょうど終わったけど、俺やっぱこいつに出するわ。待って、攻撃、移動速度速い方がいいような気がするんだよな。だけど、こいつにしようか。これにしよう。はいはい。あ、これがボスなのね。長いか。そんな長く見えないけど。よし。あ、え、どういうこと、どういうこと。これレーザー。あー、なるほど。危ない。これなんだ、なんか虹色ついたぞ。あ、全然進めてない。ちょ待って、びっくりした。あ、下、あ、これ進んでって右行くんだ。あー、なるほどなるほど、意味が分かった。取っとこ取っとこ。じゃあいっぱい、あ、なんか子供増えた、子供増えた、子供を取って。ああ、なるほどね、はいはいはい。これで真ん中に来て、ああ、なるほどなるほど。おお、すごい攻撃になってきたぞ。あ、これでこのままではボスも攻撃できてんじゃんね。えほら、下まで来た。危ない。いいんじゃん、これでこのまま。よし、やった、子供いっぱいいる。あ、これ強いかもしれん。これなんか貯めれる。よし、あ、面白いねこのゲーム。さあ、さっきの子供たちとか連れてけるのかな。また一からかな。今度はこいつがボスか、サメみたいなやつ。ボスの攻撃は下から来るから、それも見とかなきゃいけないってことだもんね。でも上からやっとけば。あー、子供たちいないな、やっぱり。
これでいいぞいいぞ。ちょっと画面小さくて見づらいかもしれんけど、ごめんなさいね。来たぞ、レーザー来たぞ、レーザー来たぞ、レーザー来たぞ。あ、今回4画面ある。あっ、なるほどね。っていうかさ、敵これ無限に湧いてきてる、もしかして。進んでかんとまずい。子供欲しい、子供欲しい。さあレーザー来た、レーザー、ドン、高さはちょっと下の方、ちょっと下の方。よしよしよし、アイテム欲しい、アイテム欲しい。あ、子供できた、子供できた。なんかバリアみたい。うーわむず。あ、俺も貯めてみるか。ほら、あ、そういうのもいけるんだね。スピード、あ、ちょっと速くなった。今度は上の方、若干上の方、若干上の方。よしよしよし、子供が欲しいな。子供どれなんだろう。レーザー、なんかミサイルめっちゃ飛んでくる。向こうのやつ、下のやつもこれ同時にある程度倒していきたい。この状態でこう真ん中の方、真ん中の方、真ん中の方、真ん中の方。一旦引いて、一旦引いて、よしよし、攻め込むか。行くぞ行くぞ行くぞ。ちょ、アイテムある程度取って、よしよし、危ない。今度は若干下の方か。 OKOK。でもこの状態でも攻撃は当たってんだよね、ボスには。当たってないのか。あ、届いてないね、4画面まで行ってない。あ、なるほどね。ゲームオーバーになっちゃった。これちょっともう一回やろう、違うやつでやりたい。あ、これが射程距離なんだね。ちょっとじゃあ次はこいつ、まあまあ強そうじゃない。でかいけど大丈夫。あ、攻撃タイプとか出てる。あ、こいついいじゃん。射程も長いし攻撃力低いけど、よし、こいつでいこう。あ、いい、いや、めっちゃいいじゃんこいつの攻撃。いいいい。これがどこまで届いてるか、下の2段目ぐらいまで届いてんな。もうちょい進んでかんとボスまで与えれん。こいつにも子供みたいなの出てくる。危ねえ、子供できんのかな。子供欲しいな。一応敵無限に湧いてくるっちゃ無限に湧いてくるのか。あー、もうこの切り替わりのところむずい、マジで。なんかその上の右側見ながら2段目も見ながらやらんといけんから。いけるか、ちょ待てよ、待て待て、ちょ待て、一旦かわして、一旦かわして、ここで行こう。よし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 、子供できた、子供できた、子供できたぞ。子供できたのはいい。子供いっぱい欲しい。この赤いやつ子供か。よしよし、危ない危ない。赤いやつ、赤いやつろ。よし、レーザー届いてる、届いてるような気がする。ちょ待って、これ後ろからも敵くんの、後ろからも敵くんの。ちょ待って、やだ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 。さあさあさあ、今がチャンス。ちょっと待って、それずる。わ、また子供いないとこからじゃん。せっかく子供取ったのに。これなんだ、これ取ったら何なんだろう。このなんか敵誘導ついてくるの邪魔くせえな。よしよしよし、かわしてかわして。これなんかさ、連打してないと弾打てなくて、これ溜めたらどうなんだ、こいつの溜め攻撃どうだ。あ、ちょっとでかいな。いやずるいじゃん、それはずるいじゃん。なんかさ、移動速度はアイテム取ればある程度速くなるから、こうチャージとか俺ため使わないから上に特化したやつがいいね。こいつ攻撃力強い方がいいか。イカいいんじゃない、イカ、イカにしてみるか。あ、ちょっと待って、攻撃パターン見るべきだったな。攻撃パターン重要かも。あ、これはきついかもしれん、これは子供できないときついかも。だってもうこうやってちゃんと当てていかないといけないでしょ。これはきつい、これはきつい。よしよしよし、攻撃、子供欲しい、子供欲しいぞ。行っちゃうか、向こう行っちゃうか、2段目行っちゃうか、行っちゃうか。うわあ、意外に、しかもこいつ弾の飛距離短いじゃん。待って腹立つちょっと待って、これ一旦ちょっとある程度倒してからじゃないと。よし、いけるか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 、いっちゃおう。よしよし、かわして、ここかわして、
で、子供取ってちょっとイカやだ、イカ使いづらい。こいつはだんてんてん、レーザーよりもなんか、あ、こういうのいいね。何これ、シュークリーム、レーザーか。あ、こういうのもいいじゃん。攻撃力低いけど子供いっぱいいたらなんとかなるかな。これにしよう。よし、えげ、あ、いい、攻撃のスタイルとして俺一番好きかもしれん。こういうのが両サイドにも行ってくれるし、でスピードはある程度後で取れるから、あとはかわしてちょっと敵の数を減らしつつ、大丈夫か、レーザー、よし。でここで子供も取っておきたい。よし、子供取って、で2段目のやつもある程度やってほしい。いけるね。よし、待って、俺今どこにいた、ちょっと分からなくなっちゃったな。こいつちっちゃくて見づらい。ちょっといろんなわがままばっかり言ってるけど、いっちゃい。よし、あー子供欲しいな。子供がさ見えないんだけど、これバグってんのかな。子供見えないよね。あ、待って、これ当たってんじゃん。もういいや、ここでいいんじゃない。いや急に出てくんのずるくない、そのなんかふわっとさ、急に上から出てくんのとかさ、場所が悪かったのかな、そういう場所だったってことかな。レーザー来る、来た、下の方行こう。よし、これでじゃあもう行っちゃおう。子供いないけどここも倒しちゃおう。ここだって大丈夫、当たってる、よし。ちょっと待って、やばい、ちょっとめっちゃムカつく、俺下手だな。次このこいつ行こうか、カジキみたいな。いや楽しいよこれ、楽しい、全然進めないけど、やっぱレーザーの方がいいのかな、攻撃力としてはあるのかな、レーザーの方がスピードもそこそこ速いし。2段目ある程度倒してから行こう、2段目ある程度。たださ思うんだけど、ステージ1にしてはちょっと難しくないね。いけるか、2段目いっちゃうか、ちょっと待って、これかわして、よし、いけ。ちょっと待って、見えなかった、言い訳見たくなっちゃってるけど、まあ言い訳なんだけど、よし、いけ、よしよし、見えてるよ。かわして上まで行って、かわして子供取って、一旦自分の場所を把握して。ちょっとさ、これちっちゃいから見づらいんだよね、子供たちがもう見えないしね。よし、早ければ行ってもんじゃねえか。よし、行っちゃう。俺どこ、わからんくなる。俺がわからんくなるのよ。こいつらアイテム落とさないのか。あ、落とすじゃん。さあレーザーどっから来る、こっか。よし、行っちゃうよ。よし、行っちゃい。当たってない。早く倒して。後ろから来るのずるいの。あ、だから後ろ攻撃のやつもあったんだな。ちょっと後ろ攻撃欲しいな、こいつとか。ただ攻撃力がちょっと高めの後ろ攻撃がいいな。やっぱこいつにしようかな、一旦一周して戻ってきて。うん、後ろにも攻撃できるし、攻撃力もそこそこあるから。でこいつ色黄色だから見やすいんじゃないかなっていう。いいよ、後ろに攻撃やっぱないと、後ろから追われた時どうしようもないもんな、これ。でスピードはこういうの取って、違うのか、この青いのがスピードアップか。じゃあ今の何なんだろう。ああそうだ、速くなった。よし、いいぞ、かわして、いいよ。危ない。で子供取って、いいよ。でスピードももうちょい上げたい。よし、いいね。よし、いいんじゃない。あ、子供いる、子供取ってこう。よし、でいけるか、待って、あっ、バーっつっちゃった。遅いよこいつの欠点、スピードが若干遅いところ。まあだけどいけ。よし、子供も取って、上の方大丈夫。よし、いいぞ。子供取って、この緑色の何なんだろうな、
あぶらぶら。いいよいいよ、これ届いてないか、まだもうちょい前か。どこ、真ん中、どこら辺攻撃、よし、この辺かわせる。いいよ、後ろに攻撃できるからいいよ。この緑のも取っとくか、なんかよくわかんないけど。よし、これで当たってる当たってる、いいぞいいぞいいぞ、いけ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 。これいいよ、これいいんじゃん、これこれいいじゃんいいじゃんねえ。あ、これも最強、前後ともにちゃんとフォローできて攻撃もできてる。いいぞいいぞいいぞ。あ、こういうこと、来た来た来た、こいつとの相性俺めっちゃいいかもしれん、ファイター。よしよしよし、任務クリアしたいぞ。ここ難しいんだよな、やっぱ背景が合うんだけど若干見づらくなるんだよな。まあ、敵の数もちょっと強いし、これ何ステージまであるんだろうな、すげえ作られてんのかな。上の方から上の方から行こう、上の方から上の方からしっかりやってスピードもちょっと上げて、よし、まあで今度下行こう、今度下行こう、下行こう、よしよし、でスピード上げて、どこだ、上の方だな、よし。ちょっと敵の弾の数が多いですって、あんまり死んでくれないし、ちょっと子供取って攻撃力かけたい。よし、危ない危ない危ない、ちょっと敵の数が多いって。どこ、真ん中の方、ちょっと上の方行こう、よし、ここは大丈夫、よしよしよし。弾の数が多いって見づらいんだから、それでなくても。でどのタイミングで2段目に行くか、危ない、あー、ちょっとマジでむずいなこのゲーム。でもちょっと敵の数減らせたか、上の段はそんなに多くないぞ。でもどんどん出てくるのな、下の方行くか、よし。でどのタイミングで、あぶら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 、下げ防戦一歩。ここら辺でなんかアイテム貯めるっていうのもありなのかな、ひょっとしたら。下の方にいれば大丈夫、よし、ここ大丈夫、ここら辺でちょっと貯めるっていうのもありかな、マジでね。アイテムを結構落としてくれるっぽいから、攻撃力が足りないんで、いやちょっと待って、うちの攻撃が見づらい。で上の方にいればいい、よしよし、いけるかいけるか、2段目見て、よし、いける、よし、2段目来た、結構敵は倒してる。うわー、子供いっぱい取ったのに難しい。ハイスコア更新。いや楽しいけど難しい。いやちょっとステージ3目指したいな。まあちょっとキョンとかこれぐらいにしようか。動物の国、釣り革、まあ、これもね痩せちゃうよ、これもちょっとやっていきたいね。うん、ちょっと次回もまたやっていこうと思います。今日は長い休みまでやりましたね。うん、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。